は、はじめまして、バイオレンスです。どうぞよろしくお願いします。この間、ドラムロールのやり方、って動画を見つけたんだけど、反コメントがいっぱい書かれていてびっくり。このロールは間違っている、とか、講師に教えてもらえ、とか、これはロールじゃない、とか。挙句には、ロールはダブルストロークでやるはず、とか言い出すしね。もうね、アホかと、バカかと、お前らダブルストロークって言いたいだけちゃうんか、と。ドラムロール2の間での最新流行はダブルストローク、これ、素人にはおすすめできない。まあお前はバスロールでもやってなさいってこと。ってどこのアホがそんなコピペを流してんのかと。はてなキーワード、お前かとか思ったんだけど、検索してみたら、ドラムロールはダブルストロークでやるもの、と書いている人があまりに多すぎてあぜん。よしじゃあ、おいちゃんが反論を含めてガス抜き。じゃなくて正しいドラムロールのやり方を教えちゃおうかな。手でしゃばって動画を作ってみた。音潰すのはダメだよ。押して揺らして鳴らしている間はブラスバンドの先輩にできてないと言われます。ちなみにこれは間違ってますからやっぱり講師などに聞いた方がよろしいかと。言いたいことはわかるんだけどやり方は間違っていないよ。説明通りにドラムロールをやってみるね。ワンストロークの中で複数回バウンドさせる。この動作を交互に繰り返す。感覚を狭めていくと。どこか間違っているかな？じゃあ少し説明を変えてみようか。ワンストロークの中で複数回バウンドさせる。バウンドが終わらないうちに、次の音を重ねるよ。この動作を交互に繰り返していくと。あたかも音が繋がって聞こえるね。音が重なる部分ができる。っていうのがこの奏法の肝だよ。わかりやすい校舎のやり方で教えることが多いけど、どちらもやっていることは同じなんだね。これは下手なロールです。おそらくあなたが下手なので校舎の先生は注意する気も起きなかったんです。黙れカス。これはダブルストロークです。ええ？投稿者さんは、弾ませる。って説明しているし、片手で3つ以上の音を出しているから、ダブル、じゃないよね。そもそもダブルストロークがなんだかわかっていない気がするんだけど。ダブルストロークは1回の動作で2つの音を叩く奏法だよ。わけじゃないよ。だから、膝の上でも。低反発、枕でも。嫁、仮、の方でも。反動の少ないところでも叩けないとダブルストロークとは言わないよ。ドラムをやっている人ならバスドラのダブルキックに例えてもらうとわかりやすいかな。ヒールプーとかスライドとか色々やり方はあるだろうけど、バスドラを弾みだけで踏むことはできない。ダブルキックでバスドラをどこどこやったからといって、バスドラのロール、とか言わないよね。言わないよねー。これはバスロールです。そうだね。これはバズロールとかマルチバウンスロールと呼ばれるロールだよ。
わざわざ言われるとドラムロールをバズロールでやっちゃいけないみたいに聞こえるけど、通常は小太鼓のロールといえばバズロールのことを言うよ。ロール、はダブルストロークでやるやつです。こういう風にやるのは、バズロール、ですよ。何を言っているのかわからないんだけど、それならバズロールはどこで使うのかな？ロールの原理はダブルストロークのはずでは？まあ、できてないわけではないので大丈夫だと思います。ロールはダブルストロークでやる、じゃなくて、ダブルストロークでやるロールもある、が正解。ルーディメンツで定義されているうち、ロングロールはダブルストロークロールとバズロールの2種類があるから、ロールはダブルストロークでやるもの、とは言えないよね。それじゃ純粋に、ダブルストロークでやるロール、っていうのはどういうものかっていうと、5ストロークロール、日本語で言うと、5つ打ち、だよ。セブンストロークロール、7つ打ち。9ストロークロール。ここの通知だね。この後も11ストローク、13、15、17と続くんだけど、こういう風にはっきりとした音符として演奏するリズムパターンがダブルストロークロールだよ。ドラムロールみたいな長くつながる音を表現する奏法じゃないんだよね。例えばギターで表現すると、ダブルストロークロールってこんな感じ。世間一般で言うドラムロールをギターで表現するならこんな感じ。やっていることが違うじゃないかって？いやー、それはオイラが君たちに言いたいことなんだけどなー。どんなに上手い人がどんなに早く弾いたとしてもテケ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 は、やっぱりテケ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 。どんなに頑張っても、って音にはならないよね。ドリル使うのはなしだよ。それと、ロールの原理についてだけど、1回のストロークで2つ音を出すのがダブルストローク。1回のストロークで弾ませて3つ以上の音を出すのがバズロール。どちらも、1回のストロークで何回音を出すか、っていうところが共通しているから。ロールの原理はシングルストローク、って言った方が正しいんじゃないかな。それじゃあまとめるよ。まずドラムロールのやり方は間違っていない。ただ教え方、練習の仕方が違うだけで、演奏の仕方は同じなんだね。そして、このようにスティックをたくさん弾ませて音を出す奏法をバズロールとかクローズドロールと呼ぶよ。また、一回の動作で2つの音を叩くダブルストロークという奏法があって、このダブルストロークを使ったリズムパターンのことをダブルストロークロールと呼ぶよ。これらの奏法は左右交互の手で叩くシングルストロークを基本としているよ。このように、小太鼓には大きく分けて3種類のロールがあるんだよ。それじゃあ投稿者さんの書いている、小さい太鼓のザーって音を表現するのはどの奏法かということ。もうわかるよね。正しいロールができるようになれば、無理して早く叩こうとしなくても。
ロールはできるんだよ。ちなみにドラムロールの、ドラム、歯ドラムセットのことではないよ。勘違いしている人が多いけど。例えば似たような用語にドラムマーチというのがあるから見てもらうといいんじゃないかな。他にもドラムメジャーなんて言葉もあるけど、ドラムって聞いて何でもかんでもドラムセットと結びつけようとするから変な誤解が生まれるんだろうな。ロールの定義もケチつけるのもここでは必要ないと思う。投稿者さんのロール綺麗ですよ。まあその通りなんだけどね。オイラも投稿者さんのロールはうまいと思うし。吹奏楽部増えた、わらわら。誰がうまいこと言えと、略。スネア低いって、素人はすっこんでろ。座面がおへそよりちょっと下くらいにあるのが基本だよ。だからテンパに奏者なんかわざわざ椅子に座ったりするでしょ。これは立ってようと座っていようと同じなんだよ。最後に、打楽器は叩けばなるだとか、自己流でいいとか言っている人がいたけどこれは大間違いだよ。叩けばなるなら打楽器奏者なんかいらないしね。シンバル一つ、バスドラ一つをちゃんと鳴らすことがどれだけ難しいか、知ってほしいな。バウンドコントロールとかモーラー奏法とか、スティーブンスグリップとか、片手ロールだとかグラビティロールだとか自己流の奏法を編み出すとか、そういうのはある程度の基本ができてからやること。そもそも一つ打ち、二つ打ち、ロールっていうのは打楽器の基本奏法なわけだから。それを練習しようとしている人たちに自己流で OK とか言っちゃダメ。何かと偉そうなことや、毒を吐いたけど、今回はこれでおしまい。ちなみに、オイラドラマーじゃないのでそういう人のツッコミとか批判とかは受け付けられません。ごめんね。それでは、最後まで見てくれてありがとう。さようならー。